劇団ポポポポンポ。チョリンチョリン、皆さんこんにちは。劇団ポポポポンポの座長を務めます、あさってから来た美少女、安西しおりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちの体の 60% は水でできてるそうです。今週の課題動画、皆さんにははいお水七変化ということで動画を撮っていただきました。はいお水という一つのフレーズを7つのシチュエーションでやってもらうという課題内容になっています。毎週よくできた方には座布団を1枚申請いたしまして、座布団10枚貯まりますと豪華賞金プレゼントとなります。先週の座布団獲得者は夏目漱石さんでした。今週は誰が座布団ゲットするでしょうか。それでは早速動画を見ていきましょう。今週の1人目はクレオカパトラさんです。どうぞ。クレオカパトラ、はい、青い方のパトラッチですね。クレオカパトラ、プンプンして、はい、お水。ああ、かわいいですね。怒っててもかわいいっていうのはいいですよね。 H2O とは何ですかという問いに、はい、お水。いやいや、そのままやんけ。ただ答えただけやんけ、ゲラゲラしながら。はい大笑いしてます。ツボにはまってるパトラッチ何がおかしかったんでしょう。ほほほほ言ってます。おほほほ、みみみみ言ってます。カカカカ言ってますずー何がそんなにおかしかったんでしょうか。あそこでくしゃみ、くしゃみするとですね、青から赤になるんです。はい、八百屋で、いらっしゃい、そこのお兄ちゃんにお姉ちゃん、今日は水だよ、はいはいお水、はいお水、八百屋で水、スーパーの方が良かったんじゃないか。はいはいお水、八百屋であえて水を売る、はいお水、売れたんでしょうか。お坊さん、おーあーなるほどね、あ雰囲気出てますね。うん、だけど正座ができないっていう悲しさ、アバターのモーションの足らなさみたいなのを感じました。正座はできません。 Only you で、はい、はい、お水、もう分かっちゃいました。替え歌カッチ。最後に普通に、はい、お水そうか、何やらせてんのよ。ですよね。最後に普通にやられるのもね、まあちょっと意外は意外でした。はい、お坊さんのやつが好きでしたね。うん、ああいう風にやるとちょっとこう雰囲気が全然違いますしね。あとね、怒ったプンプンのね、1個目のやつも可愛かったですね。やっぱ怒ってても可愛げがある感じっていうのは大事ですよねっていうことを感じました。はい、クレオカパトラさんでした。今週の2人目は徳川家家さん、見てみましょう。どうぞ。徳川家家、なんかキャラがどういうキャラなのそれ。はい、一つ目普通の、はいお水、あまあ普通ですね。怒って猛烈な怒りを抑えながら、すんごい怒ってると、もう、はい、うん、お水ね、怒るよねそりゃ。はい、お水、飲まないからね。お前が水持ってこいって言ったから持ってきたのにゃっていう怒りなんでしょうか。毒が入ってる、はいお水それはね、多分なんか入ってんなと思う感じだから、それだ、それはうまくいってないよ。死にそうな友人に戦友、喉が渇いた、あーなるほど、同じ舞台の、もう動いてないですよ友人。あー戦場だ、はい、お水お水あー悲しいですねこれね。あー寝ちゃった。意地悪に看守が囚人に、はい、ちょっとそれ、それお水じゃないでしょ、それお水じゃないよね。爆笑しながら
今のさっきの監修じゃないのこれ、違う？大丈夫？はい、お水ちょっとどういう爆笑なのかが監修に引っ張られてしまいました。ラーメン屋、えいえお水、うん、えいお水、おお、いい感じですね。おまけもあるんですね。怒ってラーメン屋何に怒ったのラーメン屋は。へいお水投げちゃった、お客さんに投げちゃったらまずいでしょ。お水爆笑しながら意地悪あ、このモーションも新しいモーションですね。私のもこの前使いました、このモーション、はい、お水、はい、意地悪意地悪いいですね、はい、なるほどなるほど、うん、あ、今回イエイエさんはなんか勢いがありましたね。なんかね、いろいろなバリエーションがあってよかったですね。うん、戦場の、うん、あれもちょっとこうね、珍しいですよね、ああいう泣きが入るやつ。今まで劇団ポポポポンポにかつてあったでしょうか、ああいうシーンが。ただバカなことだけやってるんじゃないよと、こういう芝居もできるんだよっていうことをですね、あのどんどん見せていかないといけないと思うんですよね。イエイエさんよくやってくれました。おまけも2つついてましたからね、これポイント高いんじゃないですか。はい、ありがとうございました。次、最後は、夏目漱石さんのやつを見ていきましょう。ポチッとな。また控え室から始まるね、準備運動、滑舌の練習、真面目ですよ漱石さん。できる、はい、頑張れ、できる、緊張してるけど、できる、あ、ちょっとトイレトイレ戻るパターン。怒って、はい、お水、あー見ないやつね怒ってるのね、納得いってないのね、でも水を渡したのね、なるほどね。中国語で、喝热水吧。何何何何何何ってこと？あ、お水じゃなくてあの左右をね、あ、マラソン35キロの地点で水飲むとライブに対してマラソン35キロ地点で水が飲めなかったと、はあはあ、ライバルに、はい、お水爽やか3組かよお前はすいません、変なツッコミも入れてしまいました。はい、あくびをするとですね、漱石さんはなっちゃんに変わります。お着替え中、毒入りの水を渡す。なっちゃんがそんなね、こんな可愛いなっちゃんがそんな毒入りのね水なんかね渡してくれるわけないじゃないですか、はい、お水、あ、あざす、お、ほらもう全然普通の水ですもんね、なっちゃんもう歌ってるし。なっちゃんがまさかね毒なんか盛るってことは、そんなことは。なっちゃん怖い、なっちゃんその目怖い。死んだの確認した目やん今、その後笑うし、音楽流すし、大ジェンって死んだらもう会えないじゃん、死んだらもう会えないじゃん。いやー、なるほど、なっちゃんに毒入りのね水を渡すっていう、渡させるっていうね、そうきましたか。家々にああやって渡されたらね、あの、え、これこの水大丈夫かと、お前が先に飲めって言うかもしれないですけどね、家々に渡されたら、なっちゃんに渡されたらまあ飲むでしょうね普通に。 ありがとうございますとか言って、ごくごくごくっつってね飲んじゃうと思う。怖いですわな。まあそれがね演技ですよね、芝居。はい、というわけで3人の「はいお水七変化」を見てきました。では早速今週のですね、座布団獲得者を発表したいと思います。徳川家々、いや、今週のイエイエさんのやつは、バリエーションに富んでて非常に良かったなと思うんですね。あと戦場のシーン、あれが良かったですよね。身動きが取れなくなってしまった戦友に最後水を飲ませたかったんだけど飲ませられなかったっていう感じが感動的で良かったなと思いました。あとおまけの答えもね2つあったので、おまけに弱い私の心をくすぐったという結果でしたね。
というわけで、今週の、座布団獲得者は徳川家康さんでした。おめでとうございます。はい、というわけで今回の課題、はい、お水七変化でした。いかがだったでしょうか。フルバージョンはですね、それぞれのチャンネルで見れますので、説明欄の方に、URL を貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。はい、今後もですね、劇団ポポポポンポに期待を込めて、よければ高評価と、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではそろそろあさってに戻る時間となりましたので、今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ジョニー。